バイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日も引き続きですね、この ASEAN6 における販売チャンネル戦略、私は去年同文館出版から出した本ですが、この本の解説をしていきたいと思います。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。ぜひお近くの書店 Amazon でお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。はい、今日124ページ近代小売に関する考察ということで、インドネシアの近代小売どうなのという箇所をしていきたいなというふうに思うんですが、インドネシアの近代小売はね、非常に成長をしていますよと、ジャワ島、ジャカルタ中心だけで近代小売の市場ってのは非常に大きい市場ですし、言ってもね、相対的にその伝統小売の市場が非常に大きいので、まだ8割ぐらいは基本的には流通総額の8割ぐらいは伝統小売なので、マクロデータで見るとね、伝統小売っていうのはマストなんですが、それなりに近代小売はプレゼンスを大きく伸ばしてきていると。で、基本的にその伝統小売に配下を進める上でも近代小売の獲得っていうのはマストなので、基本的には近代小売マストですよと。で、前回お話ししたように、そのスーパー、コンビニの主要大手5社、スーパーだったらトランスマート、カルフール、それからハイパーマート、スーパーインド、ヘロ、ロッテと、でコンビニだったらインドマレット、アルファマートのこの2強、もう他のコンビニ考えなくていいですよと、この2強が全てだというようなお話も前回したんじゃないかなというふうに思います。で、パンデミックを得てね、そのスーパーなんかのインドネシアの近代小売、これインドネシアだけじゃないんですけど、かなりその小型店舗の運営に力を入れていて、もともとその大型店舗の出店計画をずっとコロナ前まで出してたんですよね。なんですけど、やっぱりコロナで、その大型店舗っていうのはなかなかちょっと厳しくなってきたので、ミニマート的なね、業態を結構住宅地の中にこういっぱい小さいけど数をたくさん作るっていう、そういうその出店計画に切り替えてきていて、で、コロナの時ほど極端じゃないけど、まだやっぱりそれは残っているし、その人々にとってこう大きなスーパーに車で行ってダーッと買い物をしてみたいなね、のも一つなんですけど、やっぱりその近隣地域で買える生鮮食品含めて買える、こういうニーズがやっぱり高まっているので、ミニスーパー系のね出店が増えてますよと。例えばなんですけど、スープラボガレスタがデイツーデイとかね、こう積極的に出してますし、プリマ、マタハリプトラプリマがハイフレッシュっていうブランドでミニスーパー展開したりとか、結構ミニスーパー系が増えてきてますねというのが多いのかなと。で、コンビニはコンビニでこうオンザゴーみたいなね、こう新鮮な果物をその場で買ってパッと食べれるみたいなね、なんかそういうのを結構増やしてきてるので、コンビニもこう今まではぐわーっと増えてきましたけど、これからってね、今までと同じようなペースで増えていくっていうのはちょっとどうなのかなと。で、小売自体もやっぱり業態を形態をこうどんどん変えてくる、これ先進国でもそうですけども、過去ね30年とか振り返ってみると小売の形態って、業態ってすごく大きく変わってきてるので、今後また新たな業態に変わる、そんなことも起こりうるんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっとね、伝統小売に関する考察も一緒にやっちゃおうかなと一瞬思ったんですが、時間がかかるので、伝統小売の、考察に関しては次回にしていこうかなというふうに思います。なので、インドネシア、スーパーはトランスマート、ハイパーマート、スーパーインド、ヘロー、それからロッテということで、主要5社覚えておいていただいて、で、コンビニに関してはもうインドマレットとアルファマートで3万3000店舗以上
全体のその近代小売数が3万8000とか7000とかそういうレベルですから、主要なね、そのうちの3万3000店舗以上はインドマレットとアルファマートということは、まあ、いかにその2社が重要かと、で一方でその2社の小売交渉力がどれだけ強いかということも、まあ、考えながら戦略を作っていく必要があるのかなというふうに思います。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。